フランシス・オーガスト・シェイファーは、アメリカ合衆国の福音主義神学者、哲学者、聖書長老協会の牧師であった。彼はその著書とスイスにおける、ラブリーコミュニティの設立で最も有名である。彼は、神学的近代主義に反対して、伝統的プロテスタント信仰を立て上げ、前提主義のキリスト教弁小論のアプローチを取った。これが彼の時代に対する答えであった。 多くの学者は、シェーファーの思想が、合衆国におけるキリスト教右派の起こりに影響を与えたと考える。また、クリスチャンマニフェストを表して、クリスチャンの政治参加を促し、中絶救助隊など、プロライフ運動にも大きな影響を与えた。シェーファーの夫人やーシェーファーは彼女自身も多作な著書の執筆者となった。また、シェーファーの息子、 フランク・シェイファーは著作家、映画制作者、画家である。1935年、ハンプデンシュドニー大学を卒業。同年に、ハドソン・テーラーによって設立された、超教派のプロテスタント宣教団アンフ、インターナショナルの中国奥地伝道団宣教師の、娘であるエディスと結婚した。シェイファーは秋にウェストミンスター神学校に入学し、前提主義弁償を論進学者。 コーネリウス・バンティル、聖書の無誤性を教えたジョン・グレッサム・メイチェンの下で学んだ。1937年にフェイス神学校に移り、1938年に卒業した。この神学校は、現在の聖書長老教会の新しい神学校であった。シェーファーは卒業後、聖書長老教会で暗種礼を受けた最初の牧師となった。 1948年、シェーファー一家はスイスに移住し、そして1955年にコミュニティ、ラブリを設立した。シェーファーのキリスト教弁証論のアプローチは、主に、コーネリウス・バンティル、ハーマンド・ウィウィード、エドワード・ジョン・コーネルの影響を受けている。しかし、彼は、バンティルの伝統にある厳格な前提主義のアプローチは、取らなかった。彼の死後20年以上経っても、 スイスのフランシス・エン・シェーファー財団で彼の教えは受け継がれている。コミュニティ・ラブリは彼の娘と義理の息子によって指導される。他方、シェーファーの息子、フランク・シェーファーは最初、父親の思想と政治的な働きを支持していたが、後に離れて正教会に改修した。カ壁ントガ紙学校は、シェーファー研究所とイギリスのラブリを設立した。 その神学校の目的はクリスチャンを訓練し、信仰生活において、証を立てるためであった。シェーファーは、現代の文脈において、保守的なピューリタンと改革派信仰の立場を広めた。フランシス・シェーファーは特に人工妊娠中絶の問題に対し、1970年代後期から1980年代初期にかけて、 プロテスタントの福音派とキリスト教根本主義が、それまで離れていた、政治運動に復帰するのを助けたと考えられる。シェーファーは、彼が、非キリスト教的ヒューマニズムの影響と考えたものの、増大する影響に対して、挑戦を要求した。彼の意見は、著書、クリスチャンマニフェストと、映画シリーズ、それではいかに生きるべきかで表明された。 クリスチャンマニフェスト・シェーファーの著作、クリスチャンマニフェストは1981年に出版された。これは1848年の共産党宣言と1933年、1973年のヒューマニスト宣言に対するキリスト教の立場からの答えとして書かれた。シェーファーは西洋文明の調落が 少なくとも漠然とキリスト教的であった世界観から離れたことに起因するとした。シェーファーは神の民と世俗的ヒューマニストの間に哲学的争いがあると論じた。シェーファーは説教、クリスチャンマニフェストで世俗的ヒューマニズムを人間をすべての事柄において基準とする世界観であると定義する。そしてクリスチャンライトの誤りが ヒューマニズムの宗教をヒューマニスティックな人間愛と混同していることだと主張する。彼は世俗的ヒューマニズムとの対立が二つの異なる宗教、キリスト教とヒューマニズムの全面的な戦いであると描写する。彼は教会が地の塩としての義務を果たさなかったから社会が凋落したのだと説く。シェーファーは説明する。彼は同様の戦術が 人工妊娠中絶をやめさせるために使われる、よう提案する。しかし、彼は、真剣政治については語っていないと論じる。キリスト教再建主義のゲリー・ノースとデイビッド・チルトンは、シェーファーとクリスチャン・マニフェストに対して、非常に批判的であった。彼らはシェーファーが、宗教の自由として、修正第一条を見るため多元主義を促進すると、主張し、 彼らはその多元主義を拒絶するとした。ノースとチルトンは、シェーファーの真剣政治に対する、否定的な見解を指摘し、それを促進する理由を説明する。キリスト教右派、プロライフ運動への影響キリスト教右派の指導者で、あるティムラヘイラは、シェーファーの神学的議論が、福音主義者に、政治への参加を促したと認めた。 またプロライフ団体、中絶救助隊の創設者、ランドル・テリーも、シェーファーの影響を認めた。1990年代から批評家たちは、1980年代初期の知的、イデオロギー的な、シェーファーの著述と、キリスト教右派の関わりについて研究し始めた。それは、ドミニオニズムという用語で呼ばれる。サラ・イアモンドとフリデリック・クラーソンは、 キリスト教右派の鍵となる人物として、フランシス・シェーファーについての論文を書いた。ダイヤモンドは言う。世俗社会に対する支配の考えが、1981年の出版によって広範囲の影響を与えた。シェーファーのクリスチャンマニフェストの本である。本は最初の年に29万部売れた。そしてそれは運動の中で最も引用された文書である。 ダイヤモンドはキリスト教右派に与えたシェーファーの本の重要性を要約する。フリデリック・クラーソンはこれが実践を伴っていたと説明する。ありがとうございます。